私のですね、アメリカに滞在してた経験からですね、私どもあの、商品ですね、マシーン、プロービングマシンという半導体の製造ですね、装置のマシンを扱っている関係でですね、お客さんで評価、エバリュエーションですね、マシンの評価というのをやります。で、実際やっぱり向こうではですね、いろんなクライテリア、データベースに基づくですね、データ取りというのが、日本よりもですね、かなり、重要視をしているという事実はあります。ただしですね、これはエリアというか、私の経験上からするとですね、誰がその担当、ディペンドンザパーソンですね、人によって、考え方が違うというふうに思います。あるお客さんはですね、過去に、培った人間関係を重要視してですね、データがですね、100のポイント、100点満点中、コンペティターとです、競合相手と、1点の差がしかなかったという場合には、1点、少なくとも3点とかですね、3点でも、人間関係、過去の人間関係を重要視するというお客様もいらっしゃいました。ですから結論としては、これはですね、人によって違うのかなと、私の感覚はですね、アメリカ人は全員同じじゃないと思いますんで、人によっては当然データを重視すると、人によっては人間関係を重視すると、2タイプあると思います。ただし、2タイプあるにせよ、データというものの、習得ですね、データを取るということは、アメリカの方が日本よりもかなり多いです。以上です。